はい、やってきましたね。サガフロンティア2発売記念の第1弾としてデラックスガチャやってきました。今回ね、注目の3体スタイルがね、出ていますよね。コーディリアがね、あるということで、ちょっと見ていきたいなと思ったんですね。久しぶりですね、サガフロンティア2のね、まあ、ガチャとか入って、まずウィルですね。僕はウィルなんです。ウィルのアビリティから見ましょうかね。回避連機2、トーレン烈光2ということで、BP 回復1、そして、バトル開始時 BP 回復2。まあ、これがね、合計3ということで、かなりね、いいアビリティを持ってるなということですよね。で、この、まあ、スキル、技もね、まあまあ、いいっちゃいいんですけどね。まあ、この飛炎ソーダ、これがね、2回ランダムでね、というところが、まあ、ありましたね。で、こっちなんですよね。まあ、今回、コーディリアかなと、ちょっと思うんですよね。まあ、全体攻撃でね、グレイシスストーム、グレイシアスストームかな。で、クリスタルストライク。というのと、あとね、水差しということで、このアビリティにね、ちょっと注目していきたいと思うんですよね。モラルアップ中、そしてガードアップ大、BP 回復があると。テンションアップ、えげつないですよね、特大なので。こっち本命かなと、やっぱ思いますよね。そしてもう一人、ナルセス。いるんですね。ナルセスは、まあこの弓ですけどね、ランダムに攻撃できる。ね、プライペトラ。ダなんだ。え、ダなんだ、ね、まさかなんだ、ね、そして。あ、魔法かなんかですよね。術か。そしてアローレイン、ロックフォールと。そしてね、アビディなんですけども、まあまあ、良さげな感じのね、DP がね、まあ、合計に加速してくれるというところのね、アビディがあるので、まあ、これもいいのかなと思ったりします。久しぶりのね、ガチャとコーディリア出てきたので、引いてみたいと思うんですね。まあ、本命は何と言ってもコーディリアです。見ていきましょう。ミネルバ、ベア、そしてブレッド、ライザ、ハーマン、テレーズ、ギョルグ、オライオン、ロビン、いまいちっすね。おっと、怪獣が出た。ということは何か来るぜ、これ。ソウジ、ツィーリン、カール、オギラハ、エンリケ、マライア、ブルー、オキタ。これはひょっとして、ナルセス。アイメを我に伝え、ベア、ローラ。まあ、いいですね。やりましょう。まあ、でもね、コーディリア欲しいんですよね。エメラルド、レッド、何これ。任せろ、ウルピナル。え、アントニウスだった。何これ、知らん。テレーズ、ライザ、ロビン、ルージュ、お、バーバラだ、アガト、お、レオニード、なんか剣の重さを知るようにアントニウス、すごいね、2頭のプールプラス、
アンリレオニードディアナゲンさんシフノーラエメラルドジャミルキャット何これ王皇帝かよろしく頼むコッピリアだコッピリア出てきたいきなりまだ出てるね。あ、シルベン。と思ってる。ライザー。ミノディアナ。クーン。レッド。ヨハン。ユリアン。エンリケ。アガタ。アルベット。何が？ SS は当たるけどね。このし、サガフロンティア2のキャラ全然出てこない。ゲンさん、ディアナ、連続でキャラ出たわ。あとシフや。エメラルド、クオン、ロビン。マジでな。トーマス。A ばっかやん、これ、ジャミル。なあ、ほんとこれ、取るよね、またライズで。ダメ。で、これ、どこない ?A が全部、9の、S ですね。ちょっとケチってねえ赤月さんお、ウィンディだちょっと今年はなんかケチってる感じがしますよね去年なんか結構出してくれたんですよねあんま剣豪源次郎は しげるあ、源さんだよ源次郎ってあんま感じハーマン、ね、ジェイムズ、あ、なんかまだ出てた。ツバキ、ホーク、クーン、ユリアン、ホーク、ジェイムズ、ビクトール、ジェラール、ファイナルレター。アガタ、ノーラ、ジャミル、ジェイムズ、シフ、アニ、トーマス、リッチ、ビクトール、アレンシュタイン。ゲンさん。ミューンズ。何これもう。このフォークばっかり。そうです。ゲンさん。あ、いい。ギャーデンは。ヨハン。ビクトール。レオニード。またビクトール。ミネルバ。ハンリー、テレビ、マイーダ、ちょっと負けっとるなぁ、みんな。出せや、早くよ、ほんとに。
せいやって。ミカエル、アーナ、オード、ノーラ、レオニード、ミカエル、ミネルバ、リッチ。リッチもそれはウィルやってるさ。あれ、この妖精って、体術なんだ。超次元ペルソナ。オーバーハイテンポすげえ目指せる。あーねーねーねー、そしてもサガフロンティア2のキャラを出してください。アザミン、アスラ大先生、バイパイアレディ、いや、えぐい、全然で、あー、えぐすぎるわ、ね、いやなんでも、もう何も使ったかな、結構使っとるで。またシルが出てきた。イラつくぜ。18万あったのがもう13万2000なってるからね。セブリン、ロッツ、バレンスか、リバイザー、ミネルバ、アルベルト、モンスター出てこいやん、どんどんとか言ってるな。うまい、ナルセスか、けどさ、違うのよ、アルカスじゃないのよ、コーディラ・ウィルなのよ、出せや、ほら、うん、悪いな、これ全然走らんやんけ、回転久しぶりにね、なんかいいガチャ来たなと思ったらさ、全然当たらんの。完全調子いいっすよね、ほんと。アンとかいらんし、こんなの。なんやねん、これ。ケイツ。7万くらい使ってる、そろそろ7万よ、まあ、200連くらいまあいっとるからね、今も。
なくせ。またナルセスや。なんやそれ。どうせやんの。なんぼナルセス出すの。どういうこと。またナルセス。ナルセスばっかり来るわ。やっと来たよコーディリアン。こっちが安全よ。安全ちゃうっちょね。まあ、すごい、すごすぎる。私目当てのお客さんが多くて困るわ。270連ですよ。270連してこの結果はどういうことですか。いやー、ひどい、ひどすぎるわ。いくらなんでもそう思わんの。弱もうね、ひどすぎる。まあ、ということで、まあこの辺で組んでみます。まずはこれは今のサガフロンティア2コーディリア、そしてプルミアの、そしてナルセス。シルマル大先生でもいますか。ウスターかな。ロベルトでもいいな。ロベルト入れるか。ロベルトにしてみよう。そうか、ナルセスって初めてだったのかな。そうか。技を何を入れるかって話したね。プルミエール、いやー、そうにしてもちょっとビビるくらい出んかったな、今回。270連ですよ。270連。で、出たのが、ナルセスさん何個出たんかな？ 5 個くらい出たわ。
まあということでね、今回非常に当たりの悪いガチャでした。まあ10万切らなかったのがせめてのお救いというところでしょうけどね。これはちょっと運営に報告したいね。あまりなさすぎる、うん、今回はね、以上となります。どうもありがとうございました。